アムールと深尾、この2人も勝った方には、あるいは優勝決定戦進出の可能性が出てきます。ロシア出身のアムールと地元愛知県の春日井市出身の木瀬部屋の深尾、右が深尾です。踏み込んで深尾の形、足が出ました、寄り切り、深尾よく攻めました。深尾が勝って6勝目、6勝1敗、幕下の西の16枚目、これで、あるいは優勝決定戦進出の可能性も深尾は残しました。まあ、しかしそれ以上に幕下の西の16枚目でこれ6番勝ったんで、深尾の勝ち。まあ、まず相撲内容からいきますが、友綱さん、いかがでしたか。そうですね、左差してから休まなかったですよね。はい、この辺が良かったですよね。休んだらもうアムールの腕に腕力とかねありますからね、そういうのでもう前足に引きつけられたりしたらなかなか寄れなくなりますからね。相撲的には良かったですよね。今日は突き放しも持っている深尾ですが、もうすぐに差しに行って得意の形を作っていきました。